トラちゃん、おはよう。ナコちゃんもおはよう。起きてたの？そうだな、パパ。パパ、起きるの遅いな。そうだな。今日いい天気だな。タコ、起きてるか？まだ寝れるかな、タコ。外を見てみろ。タコ、まだ寝れるのか？外を早く見てみろ。タコ、何やってんだ？早くしろ。僕は今外を見てるんだ。ナコ、早くこっち来て。今日はすごい天気だ。カラスが一匹もいない。不思議だ。ナコは何やってるんだ？寝てるのか？不思議だな。今日はカラスが一匹もいないんだよ。なんでだろうな。おかしいな。なんかお腹すいたか？俺もお腹すいた。朝ごはんどうなってんのかな。パパ起きてるはずなんだよな。目の前にいるから。起きてますよ。おかしいな。まだ朝早いからいいけども。おかしいな。あなた寝てるの？ トラちゃん、おはよう。いたの、ここに。パパ、いいからご飯作ってくれ。俺たちのことは構わないでいいから、ご飯を作ってくれ。今日のご飯なんだ？いつものあれだろ？持ってきてくれよ。くれにいせん。くれにいせん。ちょっとこっちにいて、なんかここ匂いするよ。何の匂いだ？わかんないけど、なんか魚の匂いがする。魚の匂いがするよ。そうか。興味ない。ところでなんか、昨日の夜中、なんで僕のことを起こしたんだ、急に。元気、眠れなかったねもんねね。そうか。なんか、今日はなんか話題が特にないな。わかんない話題とかそういうこと言われても、ちょっと外見てみるなごも。あ、すごい天気よ。クラニーさん、すごい天気だね。知ってるよ、さっき。僕を見た。鳥が一匹もいないんだ。ほんとだ。鳥がいなかった。なんでだろう。私、スズメが好きなのに、見たかった。ちょっと待って、もう一回見てみるね。なんか人が歩いてる、また。どんな人？
んか、ビニールみたいな洋服着てる。ああ、あれか。何人ぐらいいる？今見たら、二人で歩いてた。ああ、それか。農家の人だな。農家の人って何？収穫だよ、収穫。ほうれん草の収穫だ。わかんないけど、そのほうれん草の収穫っていうのは、ビニールの洋服を着るの？僕もよくわからないけど、汚れるからって言ってたな、パパがな。そうなの？よくわかんないけど。まあ、中は気にしなくていいよ。我々はほうれん草を食べないから。わかった。ちょっと待って。下に降りようかな、ナコ。ちょっと待って、下に降りてみる。ちょっと待って、ドラ兄さん。ナコ、水飲む。ドラ兄さん、水がもう全然ないよ。パパに合図してよ。水が全然ない。端っこの溜まってるとこだけ舐めてみる。ごめんね。今新しいの入れてくるからね。パパ持ったばっかりだから今ね。でも兄さん、なんか水滴しかないからもうなんかお喉乾いたよ。どうしよう。喉乾いた。血管がドロドロになってる、まだ今。どうしよう。パパに教わったんだよ。朝起きたらコップ2杯の水飲めって言われたのに。これで血管がドロドロだよ。どうしよう。水滴しかないからもう。どうしよう。ちょっと待って。何やってるんだ。ここの水は僕がさっき足入れたから飲まないで。なんて。飲まないでって言っただろ。入れてこようか、じゃあちょっと。喧嘩せず、ちょっと待ってな。